ようこそスバル王国の皆様、ゆっくり霊夢ちゃんと、スバルが大好きなゆっくり魔理沙だぜ。スバルといえば、一般的に壊れやすいイメージがあったりするよな。いきなりね、確かにオイル漏れとか、水平対向エンジンだからこその故障とか聞いたりするけど、ただぶっちゃけ、スバル好きはそこら辺も含めて好きになる訓練された人物だ。しかし、そんなスバル好きでもこいつは、故障しやすいな。ってスバル車もあるので今回紹介する。あのスバル好きでもサジを投げるレベル。てなわけで今回、故障を、スバリストに聞いた故障しやすいスバル車6選ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さっきも言ったが、今回はアンケート結果なので、他にも、壊れやすいスバル車、こんなのもあるよってのはコメントまで。そんでタイトル通り、今回は6つの車種がアンケートに載ったのね。そういうこと。車種じゃないやつもあったが、それはおまけとして紹介をする。特に、2車種についてはコメントが多かったので、最後に、紹介をしていくとして、まずはその他車種を紹介する。まず最初に紹介するのはインプレッサになるな。確かにインプレッサは年式や走行距離、維持管理などに、よっては、故障が発生する可能性が高いわよね。この動画を見てる視聴者様の中には、インプレッサ、乗ってる人も多いと思うがみんなはどうかな？それではコメントを見てみよう。壊れやすいかどうかはわかりませんが3年前に買った GDBE 型の、涙目インプは、納車後1年の間に合計で130万くらい修理代がかかりました。ウォーターポンプや各種プーリーを混ぜ込んだタイベル交換をした後にパワステポンプ、エアコン低圧の戻り管からガス漏れ、クーラント漏れ、極めつけはエンジンブロー。最近では行きつけのスバルに今度はどこが壊れた？と、惹かれるくらいに整備士さんとのネタになっています。故障もそうなんですが、スバルの塗装は、弱々なので、今はそちらにお金をかけてってます。いろいろと壊れていく。それにしてもディーラーからも、次どこ壊れました。って有名人になってる。年代によっては、維持するだけでもお金がかかりそうだもんな。ドレスアップパーツ買いたくても買えなくなりそうだ。そもそも修理用の部品ですら今後出回らない可能性も、あるから、スバルさんレストア用のパーツ再販よろです。さて、二つ目はフォレスターになる。フォレスター？あまり壊れそうなイメージはないけどどうなのかしら？まずはコメントを見ていこう。SH5 フォレスターだけど、6万キロで、ハブベアリング交換したけど、そんな早く交換するもんか。これはどうなのかしらね？ SH5 フォレスターによくあることなのかしら？一般的にハブベアリングは10万キロメートルまでの交換が、推奨されてるっぽいが、走行距離や走行環境によっても変わるからな。最悪、車輪が外れる可能性もあるものね。コメントくれた。ユーザーさんだけなのか、その他の人も結構そういうことなのか知りたいところ。もしここら辺、詳しい人がいたらコメントで情報共有してくれると嬉しいぜ。さて、三つ目の車種はビビオになる。ビビオって、確か1992年に発売された、軽自動車よね。当時は最新技術が投入されていることで注目を集めてたとか？しかし、壊れやすい車としての評判もあったようだが、一体どのような理由なのかコメントを見ていこう。あ、インプレッサの TY75 ミッションがガラスのミッションだとよく聞きましたが、ビビオの EN7X は自身を含めてバルブかけ経験した人がかなり多かったです。ミッションブローは特に効かなかった代わりに、ガラスのエンジンだねなんて言ってました。バルブかけ。ググってみたらめっちゃ症例が出てきてた。まあ、1992年に発売された車両だからな。年式が古くなると、エンジン内部の摩耗が進んで、バルブが破損することがあるし。これを見ると、同じような症状に悩まされた経験が、あるビビオ乗りはたくさんいそうね。特にビビオはやんちゃな乗り方する人も多いだろうし、それもまた原因になってそうだがおじいちゃんみたいな車だからいたわって乗らないとな W。さて四つ目の紹介になるが同じく軽自動車のプレオだ。ビビオほどやんちゃな乗り方する人は少なそうだけど、どんなのが故障の原因だったのかしらね。まずはコメント見よう。プレオのフロントロアームトランスバースリンクは消耗品です。大体ブッシュがダメになってキコキコ言ってる。なんと、プレオにはそんなことが。スバルのプレオのフロントロアームは調べてみると、特に2001年が大前の、車両で劣化や破損が頻繁に起こるという問題が報告されてるそうだな。雨水や泥水などの侵入や走行環境、パーツの、品質等々が原因になってることが多いそうだぜ。ってことは、プレオ乗りの皆さんは車種によっては、ここら辺で悩まされてる人も多いということね。どの車も手がかかるけど、その分愛着が湧くだろうな。てなわけで、あとは残り2車種なのだが、その前に、おまけというかその他のやつを紹介したいと思う。まずは TGV センサーについてだ。
CVB から追加された KGV は確実にサビで顧客からのエンジンチェックが出ました。 VAB の KGV センサー、タービン直近に KGV センサーがあり、熱害で KGV センサーが壊れるのは当たり前のような配置？ KGV センサーの故障は個体差があるっぽいが、他にもレガシーやフォレスターでも故障が見られるようだぜ。軽くググってみたら VAB の F 型で特に起こってるという話もあるから、乗ってる人は注意が必要ね。それじゃ残りのおまけのコメントは一気に紹介する。スバルのエンジン系含むヘッドカバーからのオイル漏れは確実に出る気がします。どの車種でもエンジンセンサーが8から10万くらいで壊れる。 DRZ のエンジンブローをちゃちゃっと直して。壊れやすい車種ではないけど、タペットパッキンヘッドカバーのやつは基本的にどのスバル車でも役目を放棄する気がする。レックス、ビビオ、プレオ、サンバー、インプレッサときましたが全部オイルがにじんでる。親が乗ってたレオーネ5年で自己廃車もにじんできてたらしいので、いつの時代もスバルはヘッドカバー周りがオイルで汚れてるものだと思ってます。 W さあ残り2車種、同率で一番コメントが多かったものを紹介。まずはレガシーからだ。多分だけど、我がスバル王国にはレガシーをめでてる人が多いからじゃない？まあその可能性は大きいな。それじゃあコメント見ていこう。壊れやすいというか、自分が乗ってた BGO レガシーワゴン GTB は、10年10万キロを超えると、月に1回はディーラー入庫してたな。だいたい修理費2、3万。乗り換えた BHQ レガシーワゴン 250S は20万弱乗って、8万キロ前後でエアフロセンサーが減ったくらいだった。10万キロでタイベル等の消耗部品は変えたけど、形式、ターボと NA、いじり具合等いろいろ違いは、あるので比較にはならないが、財布は同じ W。レガシー等のロアアームのブッシュも同じような話を聞く。でもさすがにプレオより寿命長い、ように感じるので、タペットパッキンも含めてスバルはゴム系が弱い気がする。壊れやすい？いろいろ乗ったけど、一番壊れたのは、BG の GTB かな。シリンダーヘッドから、オイルがにじんだり、ビルシュタインがコトコト鳴り出したのも、この BG だったな。それ以降の BF、BP は特にトラブルはなかったけど、10万キロごとのタイミングベルト交換やメンテナンスはお金がかかった。けど、いい車だった。BG5 で1回、BH5 で1回回しすぎ？で足が出ました。EJ20 ってそんなに脆い？あと、BH5 のブレーキ固着。3回くらいオーバーホールしたけどダメ。仕方なく赤キャリ付けた。まあ見た目もいいし結果オーライか W。なんかコメントから見ると、BG5 レガシーが非常に多いわね。それだけコメントくれた人の中には、BG5 レガシーを愛してる人が、多いのかもしれないが、いろいろと報告はされてるのだろうな。そしていよいよ最後の車種の発表だ。それは GC8 になる。ちょっと待って。さっきインプレッサを紹介したのに、それと合算しないの？あまりに GC8 単体のコメントが多かったから、分けさせてもらった。レガシーと同率なら、実質インプレッサが今回は一番ってことにもなりそうね。そうなるかもだが、今回は GC8 単体でって、ことにする。それではコメントを見ていこう。GC8 の EG、マニュアル、ドライブシャフト、ハブ。定期的に部品や消耗品を交換していましたが、ドライブシャフトとハブは弱いかも。GC8BWRXRA に新車で3年乗りましたが、その3年の間にクラッチを2度交換しました。すでに何回もコメントしてるけど以前乗ってた、インプレッサ WRXRASTI4 です。納車からパワーウィンドウ2回、ブレーキ交換キャリパー交換1回、パワステ関係5回、クラッチ3回、エンジンの世界1回、排気センサー脱落、異音がするため、全ボルト増し締め、ショックアブソーバー2回、まだ何かあったとは思うけど覚えてない。2回目の車検受けるまでの保証期間でこれだけ壊れた。走る曲がると丸全てが壊れるという恐ろしい車だった。が、自走できなかったことは一度もなく全てディーラーまで自走しました。ブレーキの時は怖かった。ハンドルを左に一定以上切るとブレーキが効かなくなるのでサイドブレーキが命状態。直線では一応効いたけど怖くてサイドから手を離せない。その状態で 7km 自走した。夜中だったけど1時間以上かかったよ。ジャフ呼ぶべきだったかも。これだけのことがあっても、さっきのレガシーと EGC8 と、乗り続ける人がいるのは愛されてる証拠ね。実は、GC8 についてめっちゃ詳細に思いをぶつけてくれた人が、いたので、それを最後にして動画を終わらせようと思う。結構長いので、GC8 に興味がない人はここでブラウザバック推奨で、かなり悲惨なことになっていて、涙なくして見ることができないのでお覚悟。かしこまり。GC8 のタイプ R バージョン6には本当に泣かされました。中古で買って1年保証が切れた翌月にメタルブロー。コンコンコン。と、内ウがひどくなり東京三鷹の STI から、リンクエンジンスバルはリビルドとは言わないらしいお取り寄せ近所のディーラーで交換。燃料ポンプとラジエーターも同時交換して65万円。修理終わってディーラーから帰る途中でエアフロセンサーがまたまた故障悪名な高い。フィルム式、エアフロコネクター抜いて帰宅セーフティーモードになる。ブースト 0.5 までしかかからないけど一応走行可能になる。
300km 鳴らし運転して、外環道入り口でフルスロットルくれた。瞬間にミッションブロー、そのままレッカーのお世話になる。ミッションの世界で37万円飛ぶ。再び加速したらクラッチ滑り発生。4.2kg 黒森フライホイールプラス、カッパーミックスクラッチを入れて12万円が飛んだ。そして病的にオイル交換頻度を上げて、サーキットでブレーキロックして、タイプ R は ABS 非搭載3度に突っ込みフロントバンパーを破壊。同時に店員の車高調も昇天し、心折れて、同型タイプ R の事故車を部品取りとして5億で購入。金欠になり、愛車の鈴木ハヤブサを売却。その金で工具やジェッキ等を買い揃え、本腰入れて直しまくりました。ふと警察署から電話があり、聞けば部品取りで購入した。タイプ R の事故車が盗難車両であったことが判明。書類なしで問題なかったし部品取りだから安かったから。50万2円笑う購入したのだけれど押収されてしまった。購入相手は雲隠れしてしまい、しかも使用した。部品を元に戻さないとならなくなりました。踏んだり蹴ったりで代わりのものを中古で購入すべくウープガレージに。向かって信号待ちしていたら、ダンプカーに追突されました。タイプ R は一発廃車、こちらは全治2ヶ月。そして相手は右寄りのやから所有していた5年間でかかった修理費用は累計300万円を。軽く超え、特にミッションとエアフロは毎年1回か2回交換するほどに壊れました。スバリストなので現在は SJG フォレスターに乗りながら、程度良好な GC8 タイプ R のデモノを物色しております。以上、お付き合いいただきありがとうございますだぜ。また、今回の動画の件についてもコメントお待ちしております。ついでに動画が面白かったら高評価を。チャンネル登録はお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。